キングピンス、平野紫耀 UAP ハグで疑惑浮上匂わせの裏に潜む真実とは紫耀の UAP ハグが笑いストファンの反応はジャニーズの人気グループ。 キングピンスのメンバーである平野市要が3月17日に放送されたトークバラエティ番組オシャレイズムに出演し、おかずクラブのユイピーとテレクサイがハグを交わしたことがファンの間で話題になりました。平野の天然キャラとそのオーバーリアクションによってネット上では大きな反響が広がりました。特に女性ファンからは様々なコメントが寄せられ、 彼の魅力について熱く議論されています。ハグの瞬間にファンが発したコメントは、私ダイエット中だけどやめてもいいのかな、天然っぽくて可愛い、母性本能をくすぐられる、など平野のファン層が多様であることを示しています。一方で、その笑顔や仕草に対して、ジャニーズらしいビジネスキャラなのでは との声も上がり平野のファン層拡大の裏に別れ自身が演じている可能性があるとの疑念が広がっています。平野仕様の天然キャラに対する評価とは平野仕様は、その天然キャラとオーバーリアクションが視聴者やファンを引き寄せています。バラエティ番組での振る舞いは芸人にも匹敵するほどであり、笑いを提供する一方で女性ファンをメロメロにさせています。 しかし、その一方で、これらの行動が本当に彼の自然体なのか、それとも演技なのかという疑問が生まれています。エンタメ指揮者は、平野くんはジャニーズの中でも飛び抜けて魅力的だよね、と評価しつつも、受け狙いのビジネスキャラなんじゃないか、との疑念を指摘しています。ファンの中には、 計算高いといったアンチの声も聞かれ、平野のキャラクターに対する賛否両論が交錯しています。平野様と u ピ p のつながり、そして平野との交際疑惑平野の u ピ p ハグには、彼と女優の平野優奈とのつながりが影響しているとされています。平野は以前から平野優奈との関係を匂わせ、 ており、その二人の交際に対する疑念がネット上で取り沙汰されています。特に、イい P が平優奈の姉であるタイラアイリー入りに似ているとの指摘や、平野とタイラユーナ奈の家族ぐるみの付き合いが挙げられています。ファンは、平野がイい P とのハグを通じて、タイラユーナ奈との交際に対する匂わせを仕掛けているのではないかと考えています。エンタメ指揮者も、イい P とハグしたいというのも、 平野のいつもの匂わせでしょうね。と指摘しており彼の行動には計算が働いている可能性があるとされています。平野仕様、出川哲郎の番組でのバカキャラと業界評価平野仕様は、出川哲郎のアイアムスタディに出演し、お前、本当にバカだけど、これから大丈夫と出川から心配される一幕もありました。 しかし、一般視聴者からは、あまたいるジャニーズタレントの中でメキメキと頭角を表し、たちまち人気者になった平野は相当な切れ者、との評価が聞かれます。そのバカキャラが実は彼の一面であるか、それとも演技なのか、その真相にはまだ謎が残っています。最近では、中高年女性までが平野の魅力に取り込まれ、 彼の匂わせへの反応が非常に好意的であることが報じられています。アンチファンも彼の前にタジタジとなり、平野の人気が急上昇していることは否定できません。平野仕様の UP ハグは本物の感情か演技か平野仕様の UP ハグには、彼の天然キャラやファンサービスに対する賛否両論が渦巻いています。 一部では彼の行動が計算されたものであるとの疑念も広がっていますが、一方で業界内からはその才能が高く評価されています。彼のファン層は多様で、中高年女性までが彼の魅力に引き込まれています。しかし、その真実はまだ見えていない部分もあります。 平野の仕様が本当の自分を見せているのか、それともジャニーズタレントとしての計算が働いているのか、今後の彼の活動や振る舞いから目が離せません。ファンや視聴者は引き続き、彼の真実を突き止めるために注目し続けることでしょう。